ヒヨコはニリのひなどりのこと。養鶏場やフラン場でフランキを使って人工孵化させることが行われている。食肉用、採卵用として飼育されるのが普通である。チャボやウコッケイでは卵を何個か産んだ後に放卵する習性があるが、品種改良の進んだ。現在の多くの鳥の品種では放卵する習性が出ないように選抜、改良されている。 そのため商業的に大量のヒヨコを孵化させる場合には人工孵化が一般的に行われる。フランキで花音を始めてから通常は21日間で孵化する。卵から孵化するときに殻を内側から破るためにヒヨコのくちばしの先端には卵子と呼ばれる小さな突起があるが、これは数日すると取れてしまう。なお、ヒヨコは 他の鳥のひな鳥の故障としても用いられることがある。ひよこ生まれて間もないひよこは体温の低下により死んでしまうことがあるので、親鳥が育てる場合を除いては、育数箱で温め育てるのが一般的である。箱の中には保温用のひよこ電球やヒーターを設置して餌と水を入れてやる必要がある。少数のひよこを育てる場合は適当な空き箱で、 代用可能であるが、保温用の器具はやはり真夏以外は必須である。餌は、成形用では、穀物の粒が大きすぎるので、ひよこ用として売られている細かい粉末状の餌の方が食べやすい。なお、孵化直後は体内に栄養分がまだ残っているので、孵化後1、2日程度は餌を食べない。また現代では病気予防のため、ひよこのうちにワクチンを接種することも、 一般的に行われている。鶏を複数羽で飼育すると、群れの中で順位が生じて、貝の鶏は上位の鶏にくちばしでつつかれる現象が発生する。羽が抜けたり出血したりしてひどい場合には衰弱して死んでしまうので、多くの養鶏場では、ひよこのうちにくちばしの先端を切ってしまう、デビィークという作業を行う。 形卵用のオスのヒヨコは産卵できないため、用途がほとんどない。羽毛染料で様々な色に着色し、愛玩用のカラーヒヨコとして販売される例がある。かつては日本でも販売されていた。2009年に、動物愛護団体、マーシー・フォー・アニマルズがアメリカの孵化場で、オスのヒヨコ数千羽が生きたままシュレッダーにかけられる、盗撮映像を公開した。2020年に、 フランスのディディエ・ギオームのお嬢は、生きたまま、ヒヨコを粉砕殺処分することを2021年末に禁止すると発表した。ヒヨコは、経験の浅く、少ないものの比喩にも使われる。ヒヨコとも発音される。ありがとうございます。